ってみよう。さあ、クレマさん、チェックインしまして、まずはメインのリビングですかね、こちらが。そして、あれ、クレマのお家っぽいのある、クレマのハウスあるじゃん、階段あるじゃん。そして、あ、お風呂先見つけちゃった。お風呂見てこよう。じゃんじゃんじゃん。おお、おしゃん。お風呂がこちらでございます。おお、で、お外が見えるお風呂です。そして、ある扉は全部開けていこう。よいしょー。はい、おトイレで、ベッドルームか。ここは開きませんでした。そして、おお、寝室おしゃれだね、クレマ。はい、こんな感じの寝室となっております。ダブルベッドが2つ、4人寝れる。私とクレマで4人寝れる部屋がある。そして、クレマ行くよ。ケトル、グラス、で、キッチン、料理はせんけど、今日はキッチンがあります。そして、ここにもう一個、さっきの部屋と違うんだ。さっきの部屋とは別の、さっきの部屋とは別の寝室が、またダブルベッド2つ、計8人寝れます。私とクレマしかいないけどね、広いね、クレマ。よーし、じゃあちょっと休もう。
ないじゃん。くれまどこ行く？早く帰ってきた。くれまよし、はい、はい、はい、よし。どうしたん？どうしたん？これは？どうした？おいで。おいよ。くれま、投げて投げて。くれま。しっ。投げて。いいね。いいね。ん？楽しいね。くれま。取ってきてよ。くれま。開いてるよ。ここ。まだ開いてる。よし。くれま。よし、もういった。よいしょ。
帰り。よし。キッチンか。使わないと。ちょっとこれは、クレマは乗るの怖いね。クッションすれば乗れるかもな。はい、ああ、入れないようになってる。でもこっちはカウンターで、冷蔵庫、炊飯器まで、トースターも。で、ここが、おぉ、入れませんってやるんだ。くれまーす。あら、かわいい食器まで。よし。はい、出てきたよ。20キロ以下のワンちゃん用。あ、子供じゃなくてワンちゃん用なんだ。クレマ乗るの。乗れないね。落ちちゃうの。ね、落ちちゃうの。ここね。替えのペットシーツ、おむつまで完備されております。そしてワンちゃん用に温めていいレンジがあります。すごい、ね。クレマ専用。楽しいクレマ。下いた。